白馬盆地と青木湖及び白馬連邦白馬盆地の地形図白馬盆地は長野県北西部にある盆地。盆地東園を糸井川静岡構造線活断層系上白断層が通過している構造盆地である。別名は4が小盆地。盆地の北半分を北白盆地、南半分を上白盆地と区別して呼称することもある。長野県の北西部 北安住郡白馬村に位置する盆地である。盆地全体としては南北に細長い形をとる。北白盆地は東西に約3トル南北に4トル上白盆地は同1トル3トルの広がりを持ち、それぞれが歪な三角形をなす。盆地西側は白馬連邦、東側は小谷山地の山々が連なる。南は 地滑り堆積物からなる佐野坂峠によって、青木湖と供され、北は、親の現代地に供される。盆地南端にある、親海出源を水源とする姫川が、盆地東園に沿って北流しており、支流である犬川、日向川、松川が、白馬連邦から流化して貸し断球と、扇状地を形成している。白馬村の中心部はこの扇状地、断球面上に広がっている。 北白盆地には、支流河川による砂礫層が広く分布している。一方、上白盆地には、水はけが非常に悪い故障堆積物が分布している。このため、上白盆地にはかつては、湖が広がっていたと考えられている。姫川の谷から白馬盆地を抜けるルートは、古くから新潟県の西区引きから松本方面へ抜ける主要交通路であり、潮の道。 全国街道として利用されてきた。現在もほぼ同じルートに沿って、盆地内を国道148号と JR 大糸線が縦断している。市川武雄、新修学大全 P さん。ありがとうございます。